こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。またエイリアさん映ってるわ。ってことは、今回もエイリアを使う。好きだねー。アニジャも、こういう子がタイプなのね。見合わせたら図星を突かれた感じみたいになるからスルーさせてもらうが、別にエイリアを使いたいから使うわけではないぞ。ということは何か理由が。公式から何回目かアップデートが来たのだが、1回目はタイトル画面でフリーズする不具合の修正で、今回はホワイトデー衣装の追加が行われた。ホワイトデー衣装の追加、それだけ聞いてもどういう衣装かよくわからないわ。正直俺も実際見るまでよくわからんかった。まあ短くまとめて言うとだ、ゼロとエイリアとシナモンの3人に別の衣装が追加されたんだ。そのうちゼロはスキンの追加、エイリアとシナモンは S ランクキャラとして別枠のキャラが追加された。まあ説明するより実際に見てみればわかる。なんか微妙な反応だね、アニジェ。なあに、時代が時代なら求められるものも変わるというだけのことさ。まずはゼロのスキン変更から見てみよう。これがノーマル状態だね。スキン変更をタップすると見ることができる。これがホワイトデー衣装。 W コーデってことはそういうことなんだろうな。でもこれでホワイトデー言われてもピンとこなくない。どうなんだろう。かっこいいとは思うけど、求めてるベクトルが違うかっこよさな気がする。いわゆる腐女子をターゲットにした衣装なのかしら。まあそういう層を狙った衣装ならそれはそれでいいとは思うけどな。次はエイリアを見てみよう。これがノーマルのエイリア。この間実際に使っていたわね。それでは新キャラとして追加されたもう一人のエイリアを見ていこう。これもう完全に人間やん。 S ランクキャラとして当たれば彼女が手に入るようだ。公式が悪乗りしてないかしらこれ。まあでも使ってみたくはある。昔ながらのファンとしてはどんな心境。いいんじゃないか別に。こういうのがあっても意外だわ。子さんファンに気を使って売れないんじゃ意味がないからな。売るために求められるものが変わるならどんどんやるべきだ。ただ確率入手なのは構わないが、期間限定でしか聞けないってのはやめてほしいな。今のところ正式な遊び方で遊んでいるわけではなく、課金してもいいか判断しかねているわけだからな。次はシナモンを見てみよう。この子がシナモンちゃん。そう、コマンドミッション登場キャラの一人だ。 RPG 的な言い方をすればヒーラー、白魔導士的な立ち位置のキャラだな。この時点で S クラスキャラだから全然手に入らないよね。今 S クラスキャラ持ってる人は課金したかリセムラ頑張ったかのどっちかだな。というわけで W コーデシナモンを見てみよう。なんかカラーリングが赤になった感じだね。看護師イメージが赤ずきんになった感じだわ。ヴァンパイアのバレッタのイメージも入っているのかもな。微妙に猫要素が入ってるね。原作の最強装備をイメージしているのか。どういうことかしら。この猫の手、コマンドミッションのシナモンの最強装備なんだよ。当時からスタッフ遊んでいたのね。ちなみにこれがライブ 2D で動いているであろうイラスト。どこからどう見ても際どいね。スタッフは力の入れどころを間違わないように細心の注意を払ってほしいものだ。そんで今回はこの特別なエイリアとシナモンが当たる特別なガチャと、ホワイトデーにちなんだイベントが開催されている。まずはガチャの方を見ておこう。これがそのガチャ画面。もう何のゲームかわかんないね。残念ながらこのアップデが来る直前に10連ガチャをやってしまったので、やりたくてもこのガチャは引けない。もうすでに30連くらいはやってなかったかしら。待つべきだったと軽く後悔してる。そんで今回ホワイトデーイベントということで、2週間限定でこのイベントをプレイすることができる。早速というかなんというか、アニジャなんだかんだでこのゲーム楽しんでるよね。まあな、このイベントにはいろいろルールがあるが、細かい説明はこれまた時間がいくらあっても足りないので、実際にプレイしながら説明していくとしよう。うわぁ、なんだこりゃ。BGM はこの間も聞いたことある場所だと思うけど、なんか背景にプレゼント箱みたいなものが置いてあるわ。このイベントの第一の目的が、ステージ最上位にユボスを倒すこと、それと道中に出てくるチョコとキャンディを集めること。それを集めるとどうなるんだ。クリア時のスコアの修正に関わるようだ。
して逃げたスコアは累積されていき、クリアするたびに上乗せされていく。スコアは一定数に達するごとに報酬がもらえる。その報酬を稼ぐのがこのイベントの目的となる。なるほどね。もうライフが半分近くまで減っているようだけど、本編よりも十分難易度上がってない。これ一番低いレベルのはずなんだが、実際ものすごく難しく感じている。難易度の調整も一応できるようだが、一段階上げるだけで倍くらい推奨戦闘力が上がる。リリースから追加した日数を考えると、相当な時間とお金を使っていないと上位の難易度には挑戦できないな。ボスまでたどり着けさえすればなんとかなるとは思うが、このゲーム道中の方が難しいと感じる時あるかんね。いや、道中の方がずっと難しいと思うぞ。特に上から降ってくるやつないか、降ってくる位置が分かった時には被弾していることがあるから、正直ものすごく理不尽に感じる被弾も多い。でいつの間にかライフ半分に減ってるぞ。見て、まあたまにはその場で復活するのも悪くないだろ。一回ぐらいならやられても別にいいって感じか。こんな状態で回避なんてできたもんじゃねえしな。あらあら、再起動プログラムを使う。というわけで進めていくとしよう。道中長いのでカット。で、このメカニロイド、横綱型レプリロイド RT55J にお菓子のようなデコレーションを施された何かだな。似合っているのがまた面白いわね。道中は散々苦労したが、こいつならそんなに苦戦することもない。本当にボス戦の方が楽っぽいわね。こいつ貫通系の武器があったらもっと素早く倒せていたかもしれないな。あの鉄の腕に阻まれるのが鬱陶しいね。だがこれで撃破だ。チャージも拾って進めていくぞ。まだ続くのね。しばらくは続くそうだ。何回もすごい数のボコがいたような。さばききれないから交代せざるを得ない。そしてこの先に出てくる壁に阻まれてる奴が最高に鬱陶しい。え、何それ。こいつのことさ、壁登ってこないからこっちから攻撃しても当たらない。どうあがいても食らわずに倒すことはできない。このゲーム本当に道中理不尽な要素多いね。調整不足に見えるのは私だけかしら。正直俺も調整不足を疑ってる。回復する手段くらい用意してほしいんだがな。またなんか被弾した。マジでうぜえなぁ。ボス戦かしら。超巨大メタニロイド、WBB、ホワイトデイとは何か、何をすべきなのか、なぜホワイトデイなるものが存在するのか、何のために存在するのか、その無限の問いに対する答えを、破壊すれば思考さえ不要、という境地にたどり着いた存在。その人振りは愛を拒絶し、その人組は愛を否定する。もうなんと言っていいか。言ってやるな。何かのせいにしたって仕方がないだろうから。制作者の自虐なのかしらね。これ、まあ一つだけ言えることがあるとすれば、とりあえずこいつを倒すしかねえってことだ。攻撃方法はあっちの巨大メカニロイドと同じみたいだね。何回か戦ったがここまでたどり着けるプレイヤーが倒せない理由はないな。弱すぎだわ。俺も思ったよ。このゲームもう少しバランス調整した方が良いと思う。たどり着くまでが大変だもんね。というわけで今回の動画はこの辺で終わりだな。奇妙って烈なイベントだね。それにしても使うと言っておきながら、全然マッシモさん使う機会が出てこないわね。正直俺も使ってあげたいのだが、もう少し彼を使う動画は先になりそうだ。次回使うキャラももう決まっているからな。え、決まっているのか。このゲーム最低でも3つのサーバーで運営されていて、その数だけアカウントを作ることができる。そんで今回別のアカウント作って20連ガチャ引いたら、今回の目玉であるエイリアが当たったんだ。おいおいマジかよ。エイリアさんの動画ばっかり増えていくわね。俺としても予想外にエイリアの動画が増えることになりそうだ。さて動画終了前に今回の泡の人さんの作品を紹介しよう。おお、コマミソの X だ。背後のマフラーまでしっかり再現している。なかなか素晴らしいな。泡の人さんの作品となる写真は今回もかなりの数があるのだが、一度にまとめて紹介しようとすると時間がかかってしまうので、今後は1枚ずつ紹介していくことにする。というわけで長くなりましたが、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。